はいおはようございます作家編集者のバーバラアスカでございます本日2度目の2分ラジオの収録でございますいや三日坊主になるとまあ 今でもまあ疑ってはいないんですけれども2分20秒と決めると結構これがかえってゲーム感覚があって面白いいなと思います。ちょっとね昔毎日のようにユーストリームやってた時期があるんですけど最近ちょっと新鮮味がうせてかなりあのちょっと。 やる気があまりない感じかえってねいろいろ制約を設けると面白いなと思いました、えー、2分20秒だともう話すこと最初に決めてないともうまとまりませんねというわけであの大体私は目の前にあるものについて話すことにしてるんですけれども今目の前にあるのはですねファミリーマートのジャスミン茶なんですけど皆さんお仕事の時に何飲みますあの私はですねあの、まあ、コーヒーヒとか いいう人が結構やっぱり多いのかもしれませんけど私ちょっとねコーヒーはそもそもダメな体質であの結構油断まあ出されたらまあ飲むんですけど油断するとねすぐなんか胃が痛くなっちゃうんですね。なのであのでかといってじゃあココアとか甘いものを飲むとなんかね眠,眠たくことになっちゃう <laughs> <laughs> ですよね、あのなんかね脳の方にちょっと糖分とかいくらしくて大体のだから仕事の時に飲むのはジャスミン茶茶かか麦茶とかだいたい決めておりますあの何でしょうね毎朝あの麦茶のパックをですねあの煮出して麦茶を作るんですけども夏場とか湯だ 油断するとねすぐカビとか生えるからあの作ったらすぐ飲むみたいな感じなんですけどもあの本、ー、当ね皆さんあの仕事に集中してると水分をね取るのを忘れることがあるんでお気をつけくださいあもうそろそろ2分の20秒になりそうなので、えー、今日はこの辺で、えー、またお送りします。作家編集者のバーバーラアスカでした